浅利リギ浅利ラン。ランは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、鷹城。浅利氏の家臣。比内や義橋城城主。後に、鷹城として、織田信鷹、その後合津がもううとの鷹城を頭として、手腕を振るった。また高石としても日本各地に、作品群を残す。これまで、その生涯の詳細は、不明な部分が多く。 特に高井氏としての研究が待たれた。近年急速な作品の発見や解明がなされて、実像が明らかになってきた。門脇天然と高谷氏出身の母の間に誕生したとされる。本名は、正義、大館比内地方では、あさり牛蘭の通称で知られている。この通称名には、多くの当て字がなされているが、本校では牛蘭と統一して解説する。 天文年間に、出羽国比内軍の国人を浅利氏総領、浅利則友の女、松の方の子となって、浅利氏を名乗り、比内八木橋城主となる。永六五年、千五百六十二年、内紛により、氏君、浅利則助が自害すると主家を出し、鷹城として上落。越前国鶴賀に投留し、日本画を学んで、高江工房を作り、天正十年。 1582年、鶴賀に転校した上主、八谷頼高から、橋本姓を賜り、橋本長兵衛を名乗る。なお、その多くの作品隠布は、橋本であり、牛蘭名は、画号ではない、口述。天正十年、1582年3月、織田軍の斐武田攻めに先立ち、牛蘭が禁止した、信長の七男、織田信隆はあり、 信忠の命で、身のたるいに敗された。同年六月二日の本能寺の変において、牛蘭は、安土城の織田信長の妻子を、ガモウ秀、宇ヒで、親子と共に、ガモウ本城である日の里へ避難させた。同年十月十九日付、文書、秋田藩家蔵文書によれば、織田信忠の高城を頭を務め、信忠が、大垣城主、宇治家直重、幸雪広に、 用意されたのに伴い、牛卵も追随したと考えられる。そのためか、岐阜県、三重県周辺に、牛卵製作と思われる作品が多数散在する。また、天正十三年、1585年の頃、信孝の兄信秀が、橋場生を与えられた時、その仲介で、豊臣秀吉に仕えるが、この折、秀吉子貝の津田小八郎、姫路城の縄張りをした人物と出会い、 九乱は、高階の免許改伝を与えた、区内庁文書。文六年間に入ると、賀茂氏ジの高城を頭として禁止自然国を安打した。またその頃の逸話として、南部総書に、あさり旧乱天狗を撃つという内容の掲載がある。これは、久の辺正美の乱平定の時、総大将、賀茂氏ジに従軍した経緯から南部に伝承されたと考えられる。 慶長三年1598年1月、浅利氏東領浅利頼平が安藤氏との物なり葬儀で上洛中に休止すると、大大らの祭司を保護し、秋田へ移転する。その後、慶長七年1602年秋田へ佐竹氏が転覆するのを機に、牛蘭は旧地の須田森秀を頼り、浅利氏三屋の子息を連れて、横手に竜を落とし、それぞれが鷹城として、 窮地を得た。慶長3年、1598年、雷大羅旧市の事案は後に、牛乱に対する疑義を与えたが冤罪と分かった。これは、昭和17年、1942年、東北帝国大学の大島正隆氏が、東京大学資料編纂所書に在籍した折に、発表した、北大名成立過程の一断面、比内や里氏を中心とする、考察。 論文の最後の行で誤った書き方をしたため事実、無根の罪を負ってしまったためである。しかしその来平羅暴殺関与の冤罪は正しく、証明されている。慶長18年、1613年正月25日、死去。母方からの養子である聖吉は、慶長19年、1614年11月の、大阪冬の陣に一兵卒、あさり兵として出征したが、 ここで巧妙を遂げ、上役からの指示で巧妙朝には、高谷ご在門と記帳し、ここから高谷氏を名乗った。これまで彼の作品の詳細はほとんどわからなかったが、その原因は、作品の散財と作者とンプの意味が関係、武士としての生命と楽観との関係が、全く系譜として伝えられなかったこと、しかも牛蘭が画号であろうと考えられていた関係で、 子孫が所蔵する作品でさえ、伝牛乱とされたことにも、幻とされた原因がある。禁止した合津大名、ガモウジサトが、キリシタン大名であったことから部下として、影響を受けざるを得なかったことで、牛乱と合したと考えられる。なぜなら、ガモウジサトに洗礼を進めた、高山ウコンや、父鉱山日高見は、自らの洗礼名を音で日本語に記した。 例えば、鉱山日高見の洗礼名は、ダリョで、大野亮と、高山右近はジュストで17と文書などに顔をした。当然、主人のガモウジサとも洗礼名のレオンを、顔に、カタカナで使用していた。したがって、牛ランも洗礼名がジュリアンであったとも考えられるが、定かではない。作品の多くは、京都を中心として1 0 0トル圏内に多く、散在する。作品群は、 個人像、自社像を含めて、屏風教え仕立てがほとんどであるが、教え本紙を分割して上腹に改変されているものも参見する。それらの高いの多くが古くから、鶴ヶ地方では、長衛高と陳調され、武家から求められた。元来の高城として知り尽くした高階の知識をもとに、忠実な模写を再現し、卓越した観察眼から徹底的な写実具象を心がけ。 美術絵画からかけ離れた、学術画的な領域や精神分野を求めた画風は、仮の派美術とは一線を画す。高城としての目線は、屏風一層の十二線にふさわしい十二体を滑車し、初代、長兵衛の作品はその後の高いの見本とされた。初代、橋本長兵衛は、現在、浅利正吉であると否定されており、二代、三代と、 長兵衛を称して作品がそれぞれ実在し、指定有形文化財とされている作品がある。ただ学んだ画派や師匠は定かではないが、画風は緻密で鮮烈な鋭い目線は、武士道に通じる精神的覇気があり、かつ平面的な山和絵町の季節さが興味深い。また、横手鷹の祖とも言われ、牛蘭、正吉の作品は現在秋田最古の日本画、 高保子図として子孫が所蔵する。秋田の魔人、秋田書が人捨てなどに掲載がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。